カラトラバ騎士団はスペインで初めて設立された戦闘騎士団。1164年9月26日、ローマ教皇アレクサンデル3世より認可された。12世紀にカスティーリアで死闘会の参加騎士団として設立。カラトラバ・ラヌエバに本拠の城を構えた。カラトラバとはアラビア語に由来する言葉である。死闘会派の騎士団は多くが騎士や 騎士の子息らで構成されていたが、カラトラワにおいては、正反対に、僧が騎士になった。戦闘でも祈りのどちらでも、個々の欲望であろうが、イスラム教徒との戦いであろうが、英雄的な苦闘に耐えた。騎士団の最初の任務は輝かしいもので、その偉大な働きへの返礼として、騎士団の指揮官たちに、新しい領地がカスティーリ王から送られた。 彼らはすでに隣国のアラゴンからも呼ばれており、新しいエンコミエンダ、アルカニスを1179年に与えられた。しかし、これらの成功は、不運を招いた。カスティーリアとレオンの領地をめぐる争いに巻き込まれた上、湿地回復を狙うイベリア半島のイスラム勢力が、アフリカのモーロ人に応援を頼んだ。ムワヒド町の強力な進攻が始まり、最初の大戦は、 スペイン側の敗北に終わった。1195年、アラルコスの戦いで、騎士たちは、壮麗な騎士道精神にもかかわらず大敗、カラトラバの防壁をやむを得ず手放した。カスティーリアでは、騎士団は没落したとみなされ、その噂を信じた隣国アラゴンで、アルカニスの騎士団がカラトラバを継承するありさまだった。アルカニス騎士団は、実際に、 新しい騎士団総長に継承させたが、カラトラバの総長は、カスティーリアに住み、自分が正当だと訴えた。ついに、アルカニス騎士団の団長は気高くも、アラゴンの偉大なる戦士の称号をもって、カラトラバ継承から手を引くことに妥協した。騎士団は、歴代の王たちと共にレコンキスタを戦い、有名を轟かせた。レコンキスタにおいて、 カトリック連合軍の目覚ましい勝利となった1212年のナバスデトロサの戦いにも参戦し、勝利に貢献した。1474年、カスティーリアをエンリケ4世の王位継承問題の際、アラゴンをフェルナンド2世と、ポルトガルをアホン・ソ五世が介入し、騎士団内もどちらにつくかで分裂した。ロドリー・ゴヒロン騎士団総長はポルトガルにつき、 彼の部下ロペスデ・パディージャはアラゴン側に立った。1479年のトウロの戦いでアラゴン側が勝ち、ポルトガルは手を引いた。アラゴン王と和解したヒロンは1482年のロハの包囲でグラナダ王国と戦った。その後、ロペスデ・パディージャがヒロンの後の総長となった。彼は 1487年のグラナダでの戦いで戦死した。ロペスデ・パディージャの死後、アラゴン王フェルナンドは新騎士団長選挙のため、招集をかけ、候補者たちに服従を要求した。カラトラバ騎士団の政治的自治は、この時をもって終わりを迎えた。そして間もなく1492年に、グラナダ陥落とともに、ムーア人に対するレコンキスタも終了したのである。 スペイン君主の称号の一つにカラトラバ騎士団総長が含まれている。カッコ内は人気。ありがとうございます。